はい。今年も開催されました。キノコグランプリです。第10回目の開催となりました。天気は最高の大空で、観客の声援もこだまして、歓声もすごく響き渡っています。ギャラリーの 観客の人たちもたくさんこのように揃ってくれましたすごく多いですえここで元プロプロレーサーの にもも来ててらっているのでインタビューしたいと思います。えー、ではよろしくお願いします、えー。はい、どうもよろしくお願いします。まあね、このきなこグランプリとかは結構コースが名前の割には結構険しくてね、カーブが連続していたりとか、 いで滑る道路やヘアピンが激しいので結構ねあのー、スリップや接触事故が多いんですよ僕もそういう経験をして1回あれですねスリップしたことは一度一度や二度ありますよああそうなんですねどうもありがとうございましたそして 優勝景品を狙って皆さんには頑張ってほしいんですけど、その優勝景品というのは、このうさぎさんが持っている虹色の機関車か、こちらの金色の黄金の 猫の置物が、えー、渡されるということで皆さんに頑張ってほしいですねこんな感じです。では最後に。 一人一人意気込みをお願いします。は、は、はい。僕は、この、キノコグランプリに初めて参加するんですけど、いい成績を残せるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。えー、えー俺、俺俺なんか去年も、もう1位で優勝していくらい楽勝だと思うぜ。余裕で1位だ。俺、今年も俺様が1位に決まってるだろう。 あえー、僕は去年惜しくも2位か3位で終わっちゃったから今年は1位を目指して頑張りたいと思います、えー、皆さんよろしくお願いしますはい皆さん頑張ってほしいですね、えー、皆さんどうぞ 頑張ってください。検討を祈ります。はい。では、これで動画を終わりたいと思います。